ナタリズマブは、高中球以外の循環血中白血球の細胞膜表面に発現している α4 インテグリンに対する人化したモノクローナル抗体である。多発性硬化症は臨床経過から急性増悪を繰り返す再発寛解型及び症状が徐々に悪化する慢性進行型に分けられる。再発寛解型が後に、 慢性進行型となる場合を二次進行型と言い,い、発症時から慢性進行型となるものを一次進行型という。二次性進行型の病態には、軸索編成が大きく関与している。症例の多くを占める、再発寛タ型 MS においての治療目標は、炎症性脱髄病変を予防すると同時に、病初期より起こり得る軸索編成を抑制し、 二次進行型への進展を防ぐことと考えられている。ナタリズマブは α4β1 インテグリンとビカム -1 の結合を阻害することで炎症細胞の組織侵入を阻害し炎症性脱髄を防ぐとされており、再発寛解型の多発性硬化症の治療薬として期待されている。4週間ごとに 300mg 点滴を行うのが一般的である。 この臨床的な効果判定を行った有名なトライアルにアファームトレイルとセンチネルトレイルがある。このように非常に強い再発抑制効果、及び軸索編成の抑制効果、少ない副作用から非常に期待されていたが3人の進行性達成白質脳症発症による死亡例が報告されたため、全世界で使用が一時中断された。しかし3人のうち2人は、 イエフェンの併用例であり、他の一人は治療開始直前までアザチオプリンの内服を行っていたため、2006年7月に単独治療のみ用いること、PML の詳細なサーベイランスを続ける条件で利用が再開された。PML 発症に関するリスクファクターの解析結果が報告された。抗 JC ウイルス抗体陽性、免疫抑制薬の使用歴、ナタリズマ分による 治療期間が長いことは、それぞれリスクファクターであった。N イングル、J メット2012-366-1870から1880ありがとうございます。